正大です。今日はですね、お台場限定のガンプラ商品紹介します。 HG ユニコーンガンダム3号機フェネックスデストロイモードバージョン GFP。 皆さんご存知のユニコーンガンダム3号機フェネックスです。MG はね、一般販売されてるんですが、HG はですね、お台場にある、ガンダムフロント東京というところに行かないと、手に入りません。せっかくね、お台場に行ってきたので、買わなきゃ意味がないということで、今回このユニコーンガンダム3号機買ってきました。正直なこと言っちゃうと、MG をね、先に兄弟全部揃えたかったけど、先にHG が全部揃っちゃったね。ちなみにですね、この機体、私、青い彗星である正大が乗りたいなと思っている機体です。ごめんなさいね、なんかね、もう僕このパイロット知らないんですよ。3号機のパイロットは誰だか知らないので、じゃあ俺乗るよ的な考え方で、ちょっとやっぱり青いね、サイコフレームだしいいかなと思って、ならその機体私がもらうというわけで、ちょっとね、青い彗星であるこの僕に、このフェニックス乗らせてください。それではですね、早速ユニコーン3号機フェニックスちょっと開けていきたいと思います。フェニックスではないです、フェネックスなんですね。さらにやるようになったな、ユニコーンガンダム。青いぞ、この青は私にぴったりだ。MG と違ってですね、ちょっとフェニックス、この素材の色がですね、金ではないんですね。できればね、あのピッカピカの百式みたいなピッカピカにしてほしかったんですけど、ちょっと残念ですよね。金ピカ乗りたかったです。MG はちゃんと金ピカなので、皆さん一度作ってみてはどうでしょうか。僕もね、いつか作りたいと思います。説明書はこんな感じです。かっこいいですね、フェニックス悪くないよね。そして裏側にですね、ユニコーンシリーズのガンプラのちょっと紹介も書いてあります。やっぱり1号機とこの2号機がやっぱり主流なんですけど、やっぱり3号機もね、出て欲しかったですよ。そうすればね、多分あのユニコーンの最後あたりのあのコロニーレーザーの、サイコフィールドで阻止する場面は、1層目がね、シールドだったんですけどあそこに多分フェニックス入んじゃないかなって僕は思います。そしてね、ちょっと今気づいたんですけど、ここら辺にですね、MG のちょっと紹介が書いてあるんですけど、なんと MG 対象年齢15歳以上なんですね。やばいです、僕12、3歳頃にもう作ってました。笑って済まそう。皆さん15歳以上対象年齢ということでですね、僕みたいに外れないでくださいちゃんと守った方がいいですよ。僕もね、確かね、すぐにねガンプラ始めて2ヶ月ぐらいかな、3ヶ月ぐらい、2、3ヶ月ぐらいにね、もう一気に MG のゼータガンダム行っちゃったんですよ。もうやばかったです、パンパンでした、作れませんでした正直言って。なのでですね、ちゃんと経験を積んでガンプラを作ってください。また後日ですね、このフェニックス、作った動画をですね、また載せたいと思うので、皆さんぜひチェックしてみてください。そして、お台場に行ったらぜひガンダムフロント東京で限定ガンプラ買っちゃってください。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。